8月19日月曜日朝4時半のコインゲッコでございます。また暗号通貨マーケットのことをね、全体的に見ていこうかなと思いますけどもね。えー、例えば、コインゲッコに上場してるコインが1万5000トンで79と毎日毎日暗号通貨ってのは上場してるんですよね。でも今どうですかねインフルエンサーユ YouTuber ーーが こんなコインが上場しましたよとか、これからこんなコインが上場しますよなんて話題になってます、つまり、ああいうのは意図的に起こしてるんですよ。うん、で、上場したからどうなるかってことは全く分かりません。上場して、値崩れっていうのは、暗号通貨業界では結構ありますんでね、うん、だから、うん、ICO の前に、あんまり成立するもんじゃないですよ。本当になんかこう、限定でやっておくものであってね。 うん。で、ICO 前に購入者が少なければ少ないほどいいわけですから。うん。だからわざわざね、あの、登録者数万人数十万人のインフルエンサーとか YouTuber が広めてしまえば、上場後にコインって売れなくなりますからね。まあ、こんなことね、もうお分かりだと思いますけども。それから取引所の数が1171に増えました。取引所って言ってもね、ものすごく特徴があるんですよ。なるべくたくさんの暗号通貨を扱う取引所。 それから、大手取引所で上場させてくれないような、いい加減な暗号通貨を狙って上場させるための取引所。もっと悪質なのはね、暗号通貨を新しく i c o で作るんだ、みたいなプロジェクトを打ち立てたところ自身が取引所を作って、ここで取引できますよ、って言ってね、えー、結局ドローンする、グルみたいな取引所ですよね。まあそういったのを、 精査してコインゲッコってのは、なるべく、まあ、視聴者さんとかね、ユーザーさんに迷惑がかからないものを取引所としてコインゲッコで紹介してるはずなんですけども、ただ、どの取引所をどう使うかってことについてコインゲッコが責任を持つわけではありませんからね。これは自己防衛が必要になってきます。はい、そして現在、時価総額が324兆円ということで、私の目論ろむ400兆円にはまだ遠く及ばないってことになります。ですんで、 暗号通貨全体的には冬の時代が長いなっていうとこですよね。今年のね、3月4月ぐらいまでは430兆円に行ったり、370兆円に行ったり、いい感じのところでうろうろしたんですけども、今はね、324兆円っていう風な、ほんと低迷期だと思います。はい。で、ドミネーションですけども、ビットコインが53.6%と、ビットコインの価格ってのは、 まあ、1000万円をね、切って久しいわけですけども、それでもやっぱり全体の半分以上を支配してるかなっていうところと、2位のイーサリアム、ドミネーション17%から随分下がりまして 14.、14.6%ということで、その価格がまだね、伸び悩んでるってことが伺えると思います。さあ、そして、ここまでお話ししてきて、やっと、個別銘柄コインです。ビットコイン、900万円にまでもう一歩ですね。 イーサリアムも四40万円にはまだ届かないところですけども、もうわずかだと思います。で、リップルはなかなか頑張っているというところで84円をキープしている。リップルはね、安定した強さがありますね。えー、それから、カルダナは50円に乗りました。今ね、カルダナっていうのは50円に乗るか乗らないかみたいなところを行ったり来たりしてます。うん、だから、もしかしてね、決済しようと思っている方っていうのは悩まれるところじゃないかなと思いますよね。 うん。体だって随分70円台、80円台を長いこと維持してましたからね。はい。それから柴犬。柴犬はもうちょっとね、話題がだいぶなくなりましたんで、価格も落ちてきて、で、購入する方も減ってきたかなってところです。うん。ただね、今年の1月0.0014円以下でだいぶ購入ってのが起きてますから、このあたりでね、新規の買いが起きるような流れも起こせなくはないんですよ。例えば柴犬に関する、 ポジティブなあ、この情報ですね。ツイッターですとか、YouTube で投げまくることができれば、イ犬コインって結構簡単に上がります。特に、イーロンマスクさんとイ犬を結びつけるような記事をそれっぽくね、うん、作成すれば、価格を一人でも上げることができるんじゃないかなと思いますよね。まあ、あの、暗号通貨の価格ってね、個人でもね、結構操作できますからね。ただそのためには、発言に影響力を持たなくてはいけません。まあ、ですんで、 ツイッターも YouTube もまだね、まともにやってない人が今日何か発信をしてすぐに変えることはできませんから、やっぱり暗号通貨に対してのね、ま、あいろんなポジティブな情報とか、それから用心するべき情報を投げて、視聴者さんとの信頼関係を作った上で、暗号通貨の個別銘柄に対する見解っていうものをね、発信する。そんな手順になると思います。ま、あ私もね、カのダノについてはポジティブな意見ばかり出してますからね。そうやって少しでもカラダノの 風向きをいい方向に変えようとしてるわけなんですよ。ひいては暗号通貨業界全体の風向きをね、良くできないかなと考えているところでございます。はい。それでは今回以上です。